カラッと揚げていきますよ。ごぼうはね、揚げがうまいんだよ。非常に美味しいごぼうになります。からまたよ。どうも、ジェネリックもこみじです。ということですね、本日はですね、料理研究家なんですよ、私。腐ってもね、ごぼう、皆さんごぼう食べますか？あんまりね、最近のこう流行ってるレシピとか見てもごぼうってあんま出てこないんですよね。僕ね、お野菜そんな好きじゃないんですけども、お野菜って調理法によってものすごく美味しくなるっていうのを僕分かってるんですね。それを皆さんに伝えたい、伝えたいんだ。非常に美味しい食べ方になってますんで、ということで分からせます。リュウジのバズレシピ、大丈夫、来たいと思います。もうこれごぼうですね。今回語る泥ごぼうなんですけども、洗いごぼうと泥ごぼうって皆さんあるじゃないですか。あれ何が違うか知ってますか？汚れてるか汚れてないか。じゃあなんで洗ってんのと洗ってねえのがあんのって皆さん疑問に思ったりしますね。これですね、泥付きのごぼうの方が、洗うと泥がついてないっていうことは酸化しやすいんですね。泥があった方が、この周りの部分がですね、泥で守られてるので劣化が遅いんですよ、泥ごぼうのが。はい。なんで新鮮なごぼうであれば洗いごぼうでも全然いいんですけども、劣化のスピードは洗いごぼうのが早いんで、泥ごぼうの方が新鮮だというふうには言われてますね。そういう違いがあるってことを、ちょっとこの材料説明で言いたかった。あと、鰹節。あと、概要欄に調味料書いてあります。ということで、今回はですね、無限甘辛ごぼうということですね。甘辛って大事ですよね。私も甘辛のものを、飲んでですね、こちらに、挑んでいきたいと思います。甘辛カモン。甘辛ってよね、いわゆる日本酒でしょ。年男、飲みます。はい、いただきます。甘辛満足です。うまい、よいしょい、イエーイ、イエーイ、イエーイ。応援上映してくる。カメラの前のみんなも応援してください。プリキュア頑張れ。ありがとうございます。このごぼうなんですけども、洗っていきます。ごぼうの洗い方、教えますか。ドロドロしてるでしょ、これ。洗いごぼうであってもみんな洗うよね、結局ね。だったら泥ごぼうも洗いごぼうもあんま変わらん。スチールダラシあるんです。スチールダラシでこうやってこすっちゃいます。はい。そうするともうすぐね、すぐね、ほらね、スチールダラシがない方もいらっしゃると思うんで、スチールダラシがない方はアルミホイルくしゃくしゃにしてやっていただいていいですね。はい、こんな感じで、はいはいはい、はい、こんな感じ。あんまりやってしまうとこのごぼうの香りも全部取れちゃうんで、そこまでもうツルツルにしなくていい。でちょっと残るぐらいで大丈夫。はい、そしたらですね、切っていきます。ここの、まあ、ここはね、結構土がね、断面は土がついてるんで、ちょっとね、切っていただいた方が、いいと思います。はい。で、切っていただいたら、乱切りにしたいんですね。ね、こんな感じ。乱切り。こんな感じで。ね。で、回転させながら、こう切っていくと。ちょっと細長めに。ね。回転させながら、乱切りにしていく。シーシーって感じですね。はい、こんな感じです。そしたらこんな感じで、はいはいはい、こんな感じです。これ大体 180g です。カツオの粉ね、作っていきますんで、池盛りシステムね。これ 2g のカツオ節を、レンジで40秒チンしていきます。チン、揚げてから煮絡めるでしょうか。じゃあやってみます。そしたらですね、まあ、フライパン使っていくんですけど、粉にして絡ませることによって食材全体にこれ絡んでいきますんで、砕いて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 。ごぼうってほら、なんかめんどくさいイメージないですか。ごぼうレシピ結構やるんですけども、よく言われるのが、ごぼうアク抜きしないんですかっていう風に言われるんですけども、今のごぼうってそんなアクないです。昔のごぼうはかなりアクあったと思うんですけども、皆さんあんまり知らないと思うんですけど、食材って年々うまくなってるんですよ。20年前のトマトとかと今のトマト比べると全然今のトマトがうまいんですよ。なんでかっていうと品種改良されてるから。どんな食材も人間が美味しく食べれるように年々進化してるんですよ。これはもう農家さんとかの本当に努力だと思います。ナスをアク抜くとかごぼうアク抜くとかってあったんですけども、抜かないでいい。だって今のごぼうとかナスとかうまいんだもん、そのままで。特にごぼうっていうのはポリフェノールが入ってるんですよ、ごぼうって。それをね、水につけてアクも抜いてしまうとポリフェノールまで抜けちゃうなんですよね。だから栄養素も抜けちゃうってことなんで、やらなく
ていいことは絶対やんないでください。皆さんボウルに入れて、でここに片栗粉、これもつける感じですね。大さじ1半でいいです。ハンディまぶしつけて、ここにね片栗粉をまぶしていく。片栗粉をまぶすことによってちょっとサクッとした食感もありますし、衣がつくことによってあの味の乗りも良くなります。はい、はい、そしたらですねやっていきたいと思います。油を、まあ、大体ね鍋底、うん、これぐらい、うん、1センチ歩かないかぐらいです。油温まりましたんで、ごぼうを入れていきます。揚げていくんですね。ちっちゃいフライパンでいいと思います。これぐらいの分量だったら、はい、ごぼうっていうのは結構硬いんですけど、揚げるとすぐねあのホクッと柔らかくなるんで、カラッと揚げていきますよ。ごぼうはね揚げがうまいんだよ。揚げ揚げエブリナイト。火加減はね中火で大丈夫です。はい、片栗粉をまぶして揚げることによって非常にカラッとね衣がついて非常に美味しいホクホクごぼうになります。でかいフライパンでやってもいいんですが、でかいフライパンだと油を余計に消費するんで、僕はちっちゃいフライパンでこうやって揚げるのを推奨してます。5分ぐらい揚げたんで、で揚げたらこれ揚がってっかなとか心配になるじゃないですか。よく油切ってあの一つ食べてください。柔らかくホクホクになったらもう OK なんで、ざるに取ります。一回揚げたらあの油切りたいんで、余った油をどう処理するかっていう風に疑問に思うと思うんですよ。油ね少量なんですけども使っちゃったんで、それもちょっとやっていきたいかなっていう風に思います。ごぼうはね一回揚げてくださいね。このフライパンはこのまま使っていきたいんで、これ油ねあの残ってるじゃないですか。キッチンペーパーです。はい、キッチンペーパー吸わせます。はい、このまま水道に流してしまうとあのやっぱね環境汚染の原因になるんですよね。これねあの油っていうのはもう下水に行くともう分解されませんので、紙とかにあの吸わせてゴミに捨てるのが一番いいんですよね。もうほとんど油残ってなくないですかこれ。はい、この程度の油であれば洗って大丈夫ですので、洗うのめんどくさかったんでこのままやります。はい、でここにごぼう戻しますね。調味料を入れていきます。醤油大さじ1。ここはね甘辛だけがうまいからね。酒は料理酒でも清酒でもどちらでも大丈夫です。大さじ1ぐらいだったらねあんま変わんないんでね。お砂糖がね小さじ2杯。はい、お砂糖が入ったら鰹節、鰹節のイノシン酸と味の素の、グルタミン酸の相乗効果で非常にいい味がします。ここで火をつけながらちょっと煮絡めていくって感じですね。煮絡めていってください。最初パリッと揚げてありますので、ここにですねこのタレの味が乗って非常に美味しい、非常に美味しいごぼうになります。で小さじ2もやるんですけども、ちょっとひねりながらやる方がごまの香りが出ますんで、はい、あーいい香りがしてきたなー。おいごま、これ絡める絡まったよ。それでは盛り付けていきます。無限にポリポリいってしまう無限甘辛ごぼう。じゃあやっていきたいと思います。いただきます。どれどれ、いただきます。うまっ。ごぼうって地味なイメージないですよ皆さん。これ食ってみてくださいよ、主役だからごぼう。アビラね、鰹節がね効いててめちゃくちゃうまい。ホクホク、一回揚げてあるんでごぼうは芯から柔らかくなっております。揚げて衣がついたところにこの鰹節とこう醤油とお砂糖のね甘みがこうここに全部ついてるんですよ。だからめちゃくちゃ味がしっかりしてて、これはねご飯も食えるよ。七味か山椒だと思うんですね。一回七味でいきましょう。うまいよ、酒が進む。くわー、うまい。山椒もいってみましょうか。山椒もめっちゃ、あー、うん、どっちも合いますね。ということで、酒飲み、カモン、乾杯。いただきます。うまっ。最後のつまみであり、でもご飯もいける。酒飲みにちょっと
まず当てていきたいね。まず祝祭が嫌だとか言ってごぼうが祝祭からいいんだい。塩を食うんじゃい。いやマジ永遠に食えるわ。だから無限なのよ、香りの二重奏。辛い方がいいかね。まあ酒飲みは、酒飲みはほら刺激が強ければさ、うまいと感じるから絶対酔っ払いながら適当に作ったなって言われるけど酔っ払って作ったものを YouTube に上げたことないから。ねえ、後ろよ、ちゃんとやってるんだよ。もうちゃんとやってる、もうレイジはちゃんとやってます。もう切ろ。ほんとにね、あのポテトぐらい。誰？はい、そう。誰？はい、お願いします。誰？誰？ハハ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 、猫の恩返しじゃなかった。じゃない。